今回ご紹介するのは元バレーボール選手の吉村志保さんです。吉村さんは1989年12月13日生まれ、神奈川県伊勢原市出身で、身長168センチ、体重68キロ、血液型は A 型で3サイズは非公開です。バレーのうまさはもちろんのこと、その可愛いルックスで多くの男性ファンがいらっしゃり、志保の愛称で親しまれていた美人アスリートです。スタイルが抜群でとても筋肉質なところが話題になっていました。また、ユニフォームの上からでも胸の大きさがわかるぐらいで、これには男性ファンはどうしても注目してしまいますよね。胸のカップ数は不明ですが、ネット上では D から E カップではないかという推測がされています。さらに、下半身の筋肉も素晴らしく、太ももの部分はがっちりとしていながらも、どこか柔らかさが感じられます。レシーブ時にお尻のラインが浮き出てしまうのですが、程よく筋肉がついており、非常に魅力的なお尻をされています。また、体型がムチムチなのも吉村さんの魅力を引き立てていますね。吉村さんは写真集や DVD を出していないようですが、多くのファンの方が試合中の吉村さんを撮影していたこともあり、ネット上に可愛いユニフォーム姿の吉村さんの写真が掲載されていますので、興味のある方はチェックしてみてください。選手を引退後は実況やトークショー、バレーボールの講師としても活躍されており、引退後も変わらずお綺麗で、コートに立っていた時とは違った表情を見ることができます。また X をよく投稿されていて、髪型を変えられた時によくツイートされるのですが、どんな髪型も似合っていて大人の女性の魅力を感じますね。バレーボール選手を引退後の2022年12月13日に結婚を発表されましたが、お相手の詳細が公表されていないため、一般の方ではないかと噂されています。これほど綺麗なお嫁さんをもらえて、きっとラブラブの新婚生活を営んでおられることでしょう。吉村さんはお姉さんの影響でバレーボールを始められ、川崎立花高校に進学し、佐賀インターハイでベスト4という好成績を収められました。その後東海大学に進学し、1年生の頃からエーススパイカーとして活躍され、2011年の全日本インカレで見事優勝されました。2011年の12月にアゲオメディックスに入団後はチームの勝利に貢献し、最優秀新人賞を獲得されました。順風満帆な競技人生に思えましたが、2016年6月にチームを引退されます。理由は公表されていませんが、怪我の影響ではないかと噂されていました。吉村さんが気になる方は X をフォローしてみてはいかがでしょうか。アスリートの時とは違ったプライベートの吉村さんが見られるのでおすすめです。これからの吉村志保さんも応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。